ノーサンバーランド公爵。ノーサンバーランド公爵は、イギリスの公爵位。ノーサンバーランドのほか、ノーサンバーランドとも表記される。過去に3回創設されており、現存する3期目のノーサンバーランド公爵位は1766年に、第2代ノーサンバーランド伯爵ヒューパーシーが、グレートブリテン貴族として上されたのに始まる。彼はの出身だが、旧ノーサンバーランド伯爵の血を引く。 第七代サマセット公爵アルジャーノン・シーモアの娘と結婚した関係で学府が新規にノブされたノーサンバーランド伯爵衣を継承のウェパシーと改正することでパーシー家を再興していた人物である。最初にノーサンバーランド校に異されたのはチューダー朝の帝神ジョン・ダドリーである。彼は先制君主ヘンリー・パッセイと続く少年をエドワード六世の知性家において出世し、 ヘンリーパッセイ時代の1542年3月12日に、エドワード六世即位直後の1547年2月16日に、ウォリック伯爵に助せられた。そして1551年10月に、摂政・サマセット公、エドワードシーモアを失脚に追い込んだことで国政を主導する立場になり、この際の1551年10月11日に、ノーサンバーランドに上された。 しかし1553年7月に、エドワード6世が崩御すると、カトリックのメアリー王女の即位を防ぐべく、ジェーン・グレイを女王に擁立。それに反発して放棄したメアリーに敗れた結果、大逆罪で処刑されるという末路をたどった。ノーサンバーランド公の借位も剥奪された。2期目のノーサンバーランド公に上されたのは、チャールズ2世の死生児、ジョージ・フィッツロイである。彼は、 バーバラ・パーマーが生んだチャールズ2世の3人の死生人の末息子であり、1674年10月1日にノーサンバーランド伯爵、コーンウォール州における、ヨーク州における、ポンテフラクト男爵に助され、さらに1683年4月6日にノーサンバーランド公爵に除された。しかし、子供がなかったため、彼の死と共に全爵位は廃絶した。 公式のものと認められていないが、1716年には、ジャコバイト支持者だった第2代ウォートン公爵、フィリップ・ウォートンが、ジャコバイトの王、ジェームズ3世からの爵位として、ノーサバーランド公爵に除せられている。現存する3期目のノーサンバーランド公に除されたのは、ヒュー・パーシーである。彼はの生まれであり、1733年に第4代、順断爵位を継承し、 1740年には、第7代サマセット公爵アルジャーン・シーモアの娘と結婚した。彼女の父、サマセット公は、ノーサンバーランド伯爵パーシー家最後の当主である、第11代ノーサンバーランド伯爵の孫にあたる。この血縁関係から、サマセット公には1749年10月2日に、娘婿ヒューミソンへの特別継承権を認めた。 グレートブリテン貴族爵位ノーサンバーランド伯爵とノーサンバーランド州におけるワークワース城のワークワース団爵が与えられた。この特別継承権の規定により1750年2月のサマセット港の死去でヒューは第2代ノーサンバーランド伯爵を継承するともに議会の議決によりスミみン制をパーシー制に改めた。ここに80年ぶりに ノーサンバーランド伯爵パーシー家が復活することとなった。彼はその後も、トーリー党の政治家として、アイルランド総督などの官職を歴任して活躍したため、1766年10月22日に、ノーサンバーランド公爵とパーシー伯爵に助せられた。これが、ノーサンバーランド公爵家の創始となる。さらに1784年1月28日には、 次男への特別継承権を認めたグレートブリテン、貴族社位ノーサンバーランド州におけるアニック・ロベイン男爵に除された。このアルジャーノンは1790年に二されており、後に彼の息子が五代公となる。初代公の長男で二代公を継承したヒュー・パーシーは、大将まで昇進した陸軍軍人であり、トーリー党の政治家でもあった。彼は、 父から公爵位を継承する前の1776年12月5日に、母エリザベスからを継承していた。この爵位は7代サマセット公が除されたものだがによる、爵位であるため、男子なき場合に、姉妹間に優劣のない女系継承が可能であり、そのためサマセット公の死後に、エリザベスが継承していた。代公の長男で代公を継承したも、の政治家であり、 1829年から1830年にかけてアイルランド総督を務めた。しかし反動保守的な人物であり、1832年の選挙法改正に反対している。二大公の末息子で四大公を継承したも、保守党の政治家であり、公爵位を継承する前の1816年11月27日に、 連合王国貴族爵位ノーサンバーランド州におけるプルード法上のプルード法男爵に助されていた。公爵就爵後の1852年には第一次ダービー伯爵内閣でを務めている。四代皇の死去により二代皇の男系男子は耐えた。初代皇の次男初代ビバリー伯アルジャーノン・パーシーの息子である二代ビバリー伯が五代皇を継承した。この際に、 プルード法男爵位は廃絶し、また女系継承が可能なパーシー男爵位は、第七代アソル公爵に継承された。以降ノーサンバーランド公爵位は2016年、現在まで彼の男系男子によって継承される。その息子である六代公アルジャーノン・パーシーは、ビクトリア朝の保守党政権下で、閣僚職を歴任した。通りのものが多いノーサンバーランド公爵家の、 歴代党首の中でも特に保守反動的だことで知られ、1867年の第二次選挙法改正や1886年に提出されたアイルランド自治法案に強く反対した。その孫である八大公は、貴族院の極右グループの指導者となり、愛国者と名付けた定期観光物を発行し、大英帝国を ユダヤ人とボルシェビズムから守ると称して反ユダヤ主義と反共主義宣伝を行った。その長男の九代皇は第二次世界大戦に従軍したが、1940年5月のドイツ軍の西方電撃戦の際にベルギーで戦死している。その弟である十代皇の第の1957年に第九代アソル公爵が死去し、彼が所持していた。 パーシー団尺位は従来校が継承することになった。四代校の死去以来、アソル公尺家に移っていた、パーシー団尺位が再び、ノーサンバーランド公尺家に戻る形となった。2016年現在の当時は十大校の次男である十二代校である。初代校が領地で、鉱山開発に励み、子孫たちが鉱山を賃貸して金を稼いだため、非常に裕福な貴族である。 20世紀には、経済的に没落する貴族が増え、領地売却が盛んになったが、ノーサンバーランド公社区間はうまく立ち回って、大きな没落を防いだ。18万エーカーもの領地を有した19世紀、後半の最盛期と比べると減少したものの、未だ10万5千エーカーに及ぶ領地を所有する、大地主である。邸宅は、ノーサンバーランドにあるアニック城とミドルセックスにあるで、ある。 家訓は、神を信じよう、エスペランスエン・デ流。現在の当主第12代ノーサンバーランド公爵は、以下の爵位、順段爵位を保有している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。